皆さんの青ざめるほどの失敗のエピソードを教えてください。共に語り合いましょう。1、匿名。仕事で大失敗をやらかしてしまった。勤続20年のベテランが、新人ならまだしも部下もいる立場でミス、自分を責めています。落ち込んでいますが、皆さんの青ざめるほどの失敗を聞きたいです。共感できるかもしれません。2、匿名。ここで書いたら叩かれるかもしれないから詳細は言えません。3、匿名。青ざめるほどの仕事の失敗エピソードを共有しましょう。コメントお待ちしています。4、匿名。正社員になってから会社に350万円ほどの損害を出しました。バイト先でも50万円ほどの損害を出しました。取り返すために頑張っています。5、匿名。専務と係長の給料を逆に振り込みしてしまいました。6、匿名。ダブルブッキングで客が来ない事故。相手のミスだったけど私は血の気が引いた。7、匿名。失敗がひどすぎてゲボ吐いてしまいました。怖くて今でも吐いてしまいそうで詳細は言えません。8、匿名。隣の席で2億円の損失を共有してしまいました。1、給与計算やってた時に職員全員の住民税を納入し忘れた。ネットからの振り込みは締め切りすぎてたから紙の納付書を1件ずつ書いて銀行に持ち込んでなんとか事なきを得た。2、フォローしてる素振りをして中でめっちゃイラついてるように見える。3、絵がなきゃ買ってあげたかも。絵がイラッとする。4、そうそう、仕入れ値とまでは言わないけど多少安くしないと必死感じないよね。5、上司に診察に変えてきてと頼まれて5万円と診察に変える時に必要だからと上司の銀行カード一緒に預かって現金はちゃんと取ったのにカードを機械横に忘れてきた時、職場に戻った時にあれカードはって上司に言われて血の気が引いた。銀行に電話しながらめちゃくそ走った。幸い窓口に届いていたけど心配だから銀行といろいろやり取りして10年分の疲れが一気に来たかのような疲れだった。 6.1 回派遣の時にミスして次は契約更新してもらえなかった。もともと上司に嫌われてたから仕方ないけど当時は辛かった。 7.800 万円の不足金を出したこと、原因は分かってたから回収できたけど本当血の気が引いた。8、あなたの方がすごい。引く、9、それはやばいね。もうそんな人事部に相談なんてできんわ。10、ケーキ屋さんでパートしてたから想像するだけで肝が冷える。11、うちのおかん、回転寿司のパートで新人の頃味噌汁の4倍希釈の原液を勘違いで2倍希釈で1ヶ月くらい出してたんだって。それめちゃくちゃ塩辛か。12、金出しのバイトです。ところてんのパックを落っことしてぐちゃぐちゃにしてしまった。ごめんなさい。13、描いてグリントアウトしてパーチまでしてる人もあるならその間に発注を覚えて確実な仕事できるようにしろ。14、単価が違う取引先2社に間違った請求書を送ってしまって大問題になったこと。普段から単価を高く見積もってる B 社からはとてつもないクレームが来て発覚。よくクリにならなかったと今の会社には感謝してる。15、事務業のメモのつもりで Google マックの取引先リップの住所に勝手にいろんなメモを書いてた人なら知ってる。マイマックのつもりが公開マップに書いてしまって苦情が来た。16、ミントスが食べようとコンビニ入ってこの絵があったら購買意欲が焦るな。文章だけでいいのに、それか10円引きとかね。17、まだ動物でよかったねと本気で思うよ。18、高級志向レストランのホールで働いていた時、そのレストランが所属する組合だかなんだかのお偉いさんがこぞって集まる宴会で全員の目の前で大皿料理を2皿ひっくり返した。たまにふと思い出すだけで動機がする。19、仕入れ先から仕入れ値のリストがファックスされてきたことならある。20、パートのおばちゃんが受話器を取ったのに電話番号で誰だか分かった途端に私では取ったことないからできないとか言い出し電話対応しなく遅れて出た私が怒られた。転職先で間違ってネット価格を載せた見積もりを送付してしまった。お客さんから上司にクレームがあって発覚し社内全員に白い目で見られて言いづらくなって退職した。21、会長挨拶を会長暗殺と間違えて資料を作成した。22、新郎新婦に葬儀用のケーキを持ってきたが誤ってその場で葬儀用の品を渡された。23、データ処理ミスで給料の振り込みがごちゃごちゃになりパニックになった。24、繁忙期の応援で他の支店に出張していた時に間違って本社の後輩に誤った招待状を送り全社員に誤ったメッセージが配信され問題になった。25、美容部員の仕事中に勘違いして対応すべきコーナーが無人になり隣のブランドの店員が対応してしまった。26、
介護の仕事中に利用者が転倒し骨折してしまった。家族から多くの指摘と非難を受けた。27、高額な江戸切子のグラスセットをプレゼント用に購入したお客さんに価格カードをつけたままプレゼントし、そのままラッピングしてしまった。28、新人の時に MT 免許の生徒に AT 所で教習をしてしまい、生徒が卒業、問題が卒業式で発覚し、会社は協定士の危機に瀕しました。29、葬儀場の改装お礼の注文を取り違え、運送会社に問題が発生、多大な迷惑をかけました。30、転職先で誤ったネット価格の見積もりを送付し、クレームが上司から社内で非難され退職しました。31、会長挨拶を会長暗殺と間違えて資料を作成しました。32、新郎新婦に葬儀用のケーキを持ってきたが、誤ってその場で葬儀用の品を渡されました。33、データ処理ミスで給料の振り込みがごちゃごちゃになりパニックになりました。34、応援で他の支店に出張中に誤った招待状を本社の後輩に送り、全社員に誤ったメッセージが配信されました。35、美容部員の仕事中に対応すべきコーナーが無人になり、隣のブランドの店員が対応しました。介護の仕事中に利用者が転倒し骨折しました。家族から多くの指摘と非難を受けました。36、高額な江戸切子のグラスセットをプレゼント用に購入したお客さんに価格カードをつけたままプレゼントし、ラッピングしてしまいました。人間生きていたらいろんなミスはあるものです。他の人の経験も糧にして、時には反省、時には笑い飛ばして何とかやっていきたいですね。